皆さん、こんにちは。モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。今日取り上げるニュースは、韓国の若手野球選手権倒せひさしさんについてです。最近の試合であと日本部位打が当たりず、4-0、4-0という記録を達成できませんでした。しかし、その成績は圧巻で、韓国では大きな話題になっています。さらに、メディアでは MLB の大谷翔平選手と比較されることも少なくありません。では、果たしてこの比較は適切なのでしょうか本日はこの話題について私なりの視点から話していきたいと思いますので、どうぞ最後 5までお付き合いくださいまず金藤瀬久志さんの成績を振り返りましょう打率3割4分7人38本塁打、40盗塁、そして109打点とどれをとっても素晴らしい成績ですしかし韓国メディアが大谷翔平選手と比較するのには少し疑問を感じます以下の理由から私はこの比較に対して否定的な立場を取りますまず第一にリーグのレベルです大谷翔平選手が活躍する mlb と kbo では投資のレベルやゲームのテンポが全く異なります大谷選手は mlb と豊かい,う高い 競技レベルルで5050 50を目指そうととししていいるののにに対対 KBO 4040 40は相対的にハードルが低いと言えますこれを理解することで両者の比較がいかに難しいかはわかるでしょう。次に、選手自身の成長曲線についてです。大谷翔平選手は怪我を負いながらもリハビリを経て驚異的な復活を遂げています。一方、金藤聖選手も将来的な成長が期待されますが、現時点では彼の成長曲線が大谷選手のように上向くかどうかは未知数です。コメントでも多くの方が述べているように、彼の 今後のキャリア次第でしか真の比較はできないのです。もちろん、金等星衛選手は大谷選手のように成長し、さらに優れた成績を収める可能性も十分にあります。彼も自身の謙遜ぶりを見せ、大谷選手とは比べ物にならないとコメントしています。これは非常に賢明で冷静な判断と言えます。最後に韓国メディアと日本メディアの報道姿勢についても考えてみましょう。ニュース記事のコメントにもありましたが、メディアが過度に煽ることで、選手本人に対するプレッシャーが増すことは避けられません。大谷選手がメディアの。 今をどのように受けてきたかは知る由もありませんが金田補正英選手がこれからも自身のペースで成長できる環境を整えることが大切ですまとめとして金田補正英選手は韓国のプロ野球界で非凡な才能を発揮していますが現時点で大谷翔平選手と直接比較するのは時期尚早ですこれからも彼の活躍を見守りつつ独自の成長を遂げることを願っています皆さんもぜひこの話題についてコメント欄で議論してみてください最後までご覧いただきありがとうございましたそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ Bye.